市長の村上です新型コロナウイルスの感染拡大防止のため政府より発令をされています緊急事態宣言の延長を受け嬉野市の今後の対応についてご案内をさせていただきます市民の皆さんにおかれては手洗い・消毒などの徹底や自粛要請へのご協力など感染予防に対して適切な行動をとっていただいていることに心よりいい感謝を申し上げます お一人お一人の行動が確実に誰かの命を救っているそういう手応えを今感じています一方で気の緩みが禁物であります不要不急の長距離移動や密集密閉密接のいわゆる3密が発生しやすい場所を避けるなど引き続き最大限の警戒をお願いをしたいと思っております全都道府県で 緊急事態宣言の延長が決定した一方、佐賀県は、感染予防策を徹底する条件の下で、公共施設や学校再開、店舗への休業要請の一部解除など、日常生活を段階的に復旧していく方針を決めました。嬉野市としても、地域性を考慮しつつ、原則として歩調を合わせていくことといたしました。公共施設に関しては、 11日より利用を再開することといたします運動スポーツ施設や公民館については当面の間ご利用は市内の方に限定をさせていただきます下焼の里博物館や嬉野茶交流館茶を知るなどの博物館施設についても再開しますが県外からの団体利用の予約は受けないこととします公園の遊具についても利用を再開しますがこまめな手洗い 消毒にご協力をいただくようお願いを申し上げますなお県外からの利用が多い広コーラキャンプ場は今月31日まで休止としています今後の政府の緊急事態宣言に関する動向次第では変更の可能性がありますので市のホームページ等でお知らせをさせていただきたいと思っています私立小中学校に関しては 休校期間は5月13日までとして、えー、翌14日から再開をいたします。学校現場には消毒液やマスクの予備の配布は完了しており、感染対策を再度徹底するよう指示をいたしました。毎日の検温と登校時のマスク着用とともに、発熱や風邪症状は、 軽度な場合でも登校を控えていただくようお願いを申し上げますその際は欠席扱いにしないことも併せてお知らせをしますこれに合わせて保育園の登園自粛も14日に解除をいたします休校の長期化で子どもたちの心身にかかるストレスのケアまた生活リズムや学習習慣を再構築するなどさまざまな課題があることも認識をしております コロナ禍を機に、感染症への正しい知識や人権意識を身につけることの必要性も痛感をしております。教職員をはじめ、我々一同、大事な子どもたちの命を預かる意識を再確認した上で、今後とも子どもたちの学びと心の発育を進めてまいりたいと思っています。店舗に,については、夜に ホステスなどが対面での接客を行う形での飲食店を除き7日より自粛要請が解除をされています嬉野市としても商工会、各療院店組合などを通じて感染予防を徹底していただくよう通知を出すとともに消毒液など対策に必要な資材確保が難しいというお店については相談に応じることも併せて通知をしております 自宅でお店の味が楽しめるテイクアウト店舗についても、市や商工会のホームページで随時情報を更新しておりますので、どうかご利用をいただきたいと思っております。旅館の休業や飲食店の利用減で行き場を失った食材を詰め合わせた嬉れしのワクワクパックは、ゴールデンウィーク期間中に行わせていただきましたが、多くの市民が関心を寄せていただき、購入をいただきました。改めて御礼を申し上げますとともに、 こうした機会に地元の経済を買い支えることをご協力いただくよう改めてお願いを申し上げたいと思っております嬉野市では4月30日より専用のコールセンターを開設し大型連休中も職員が個人向けの給付金や福祉貸し付け制度商工業者向けの支援策などさまざまご相談をいただきました今後も市民の皆様の思いに寄り添い 問題解決に結びつけるための親身になった対応を心がけてまいりたいと思っております個人向け事業者向けともに嬉野市独自のもとまた国の制度県の制度とさまざまな支援メニューがあり活用できる制度はお一人お一人で違います今回のコロナ禍で新たに創設された制度従来からあった制度 また、今後追加で出されることが予定される制度もあります。まずは、このコールセンターにご相談いただくことが解決の早道となります。どうぞ頼っていただきたいと思いますし、そのための行政だというふうに思っております。最も関心の高い一律10万円の定額給付金については、12日より申請書類の発送を行い、最短で 今月29日に給付をを行うため全力を挙げています近隣市町で電算システムを強要している関係でスケジュールはこうしたことになっておりますけれども給付金支給までは嬉野市社会福祉協議会でも受け付けている貸付金や住居確保資金をご利用いただくなどさまざま支援策も講じてまいりたいと思っております。お困りの方は 専用コールセンター通話料無料のフリーダイヤル0120-976-973へどうぞご相談ください。平日午前8時半から午後7時、土日祝日は午後5時まで受け付けています。そして、この国のウイルス対策は新たな局面に入りました。長丁場の対応を視野に、新たな生活様式を模索していくことが求められています。 自宅などで業務を行うテレワークであったりインターネット回線を利用したオンライン会議といった新たな働き方をこの地方においても実現をしていく必要が生じています明治の開国以来首都東京や大都市に機能を集約し人を密集させて発展を図ってきた我が国の成長モデルが 限界に達しているということを白日のもとにさらしたと考えています嬉野氏にとっても試練となる一方で人や産業地方への分散拠点の流れなど新たな成長戦略を描き時代を切り開いていく挑戦が始まります今はとにかく一人一人が高い意識を持ってウイルスとの戦いに打ち勝つということを最優先としていきたいと思います 医療や福祉、地域経済など、皆さんの暮らしを支えるすべての社会的なシステム、そして人に心からの感謝と応援が欠かせないと思っています。その先にこそ希望があると私は考えています。嬉しいを一緒に、これは嬉れしのしの新たな 船出をするにあたってのシティプロモーションのキャッチコピーです今こそ市民の力が試されています見せましょう嬉野市の底力これからの一人一人の行動が確実に未来を変えていきます一緒に頑張りましょう